はい、本日4月24日、こちら大阪日本橋電気街に、来ております。非常に、人の出が多くてですね、明日から緊急事態宣言が発令されるとのことで、お客様ですね、こちらに買い物に来るお客様のでも非常に多いと思われます。で、走ってる車の数も非常に多くてですね、まあ、このような形で、まあ、パーツ専門店もありますが、ちょっと車が邪魔ですね。このようなパーツ専門店がありまして、まあ、お客様も結構いろいろと買いに来てると。ちなみにここのね PC1 ワンズ、ここで安いですよ。非常にあの SD カード、マイクロ SD カードとかもう幅広くいろんな種類売ってますので、ここあと店員さんもね非常に、まあ、詳しい形でいろんな相談にも乗っていただけますので、おすすめのお店となっております。で、左側はこちらガンダムですね。はい、明日から緊急事態宣言が始まる、日本橋から、お届けいたしました。現場からは以上でございます。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。コメント欄いっぱい書いてくださいね。お願いします。